僕らも新しいことに挑戦して技術を次の代に残していく、あるいは発展させていくっていうことをやっていかないといけないので、まあ、その努力を怠らずに、いろんなことに挑戦していけたらと思います。その中で、いろんな方々に僕らの技術を知っていただいて綺麗やなって思っていただけたら一番ありがたい。株式会社金箔紙山村と言います、代表してます中澤です。創業が昭和25年、私が、2代目になりますけれども、まあ、あの先代が、独立してからっていう、まあ、戦後まだ苦しい時代、一番初めは、消失した金閣寺の修復っていうのを引き受けたみたいな、経済成長、それからバブルの時代、いろんなことがあって、自分とこのその会社の職人さんも人数が増えの、常に 4,5 人抱えで、それできひん分に関しては よその職人さんにもお願いしの助けてもらいながら、いろんな大きい仕事をこなすようになりました。京都っていうのは基本的には分業制のいいところっていうのは、その一つ一つの業種が専門なので、それなりの技術力っていうのはあるのかなと思ってます。毎日毎日ひたすらそれだけに専念してるっていうことです。でその中で、それぞれが高度の技術を持って、やってた。京都で今、15件ぐらいの発泡紙っていうのが件数的にはあるんですけど、これからのに担っていってくれはるところへんっていうのが5、6件しかない、そういう状態なんですけど、かろうじて複数の人間でやってるところっていうのが、のうちだけにも、なんとかね、こう仏具以外の、ところらへんで、ね、なんとかこう身近なところらへんで金箔を知ってもらえない、どこでどんな風に作られてるんやろうなっていうのは、それをなんとかこうちょっとでも身近なとこで、金箔って割とちょっと使ってあるとインパクトが強い、どっか身につけてもらえるとか、できたら嬉しいな、自分らで考えてこんなん作ったら面白いやろうなっていうのをいっぱい無駄に作りました。優しくて心地よくて、でも他にはないよっていうような、そういう使い方にできれば一番いいよなっていう。一番長く携わってるのはこの財布ですね。相当苦労して作ったもんなんですけど、一個一個職人が手作りでやってるので、そんな大量にも作れませんし、でもまあ日和っていう、こっちのは2年3年ぐらい前からやってます。僕ら普段イルシであったりとか木のもんであったりとか、ナチュラル木でできてて、畳で、障子があって襖があってという日本建築、自然とともに日本の文化っていうのは一緒にあったん。葉脈っていうのに金箔を押すっていうのが繊細で扱いが難しくて弱々しくてっていう。ただでも金箔を押したらすごいその葉脈が浮かび上がってくるっていうので、すごい綺麗に見える。で、本の間に挟んでいただいたらすごいかっこいいのかな。
まあ、日本の伝統産業の中のずっと流れの中の一旦行き着いた先、この2つの商品っていうのはまだ僕らにとると通過点、僕らもいろんなことに挑戦したいし、こういう伝統産業って辛い時代が続いているので、そういう時代の中でやっぱり僕らも新しいことに挑戦して、この技術を次の代に残していく、あるいは、発展させていく、まあ、その努力を怠らずに、いろんなことに挑戦していけたらと思います。千年前のからの技術っていうのもずっと伝承受け継がれてきたもの、また、次の世代へと、つなげていく、なおかつでも今までのその仏具とか仏壇の世界だけではなくて、新しくこういろんな方々、皆さんの方々に、使っていただけるような商品を生み出していけたらという思いでいます。京都ということにこだわりますけれども、世界の中でいろんなことをやらせてもらっても通用していくやろうという思いが、あると思っています。金箔の魅力っていうのを少しでも多くの方に知っていただけたら、嬉しいなと思います。